レースコースは第5レース予選競争が始まりました。作戦待機行動5号艇のブス島が内寄りを伺っていきますが、その内側には4号艇の片岡も、ここは枠番主張の構え。対戦メンバーは1号艇鈴木弘隆、2号艇村田敦史、3号艇寺島美里、4号艇片岡大地、5号艇ブス島誠、6号艇岡雄心、以上の6選手の対戦です。端幕横イン1コースは1号艇鈴木弘隆インコースです。隣にコースには2号艇の村田敦史が向かっていきます。各選手がゆっくりとした動きで1番2番とへさきを返してきました。そして3コースには3号艇の寺島が向けてくるでしょうか。4コース4号艇の片岡大地、1番2番3番4番とここは定番通りの並びで、5号艇のブス島ですが後方を引いて角位置になりました。5番のブス島ですが現在得点率 8.50、 今日は2走2連帯あたりが輸出の目標か。サイアウト6コースは6号艇の岡雄心、岡も現在はボーダー付近、後半につなげたいここ1走です。枠なりの4対2です。進入地から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第5レースのスタートが切られました。あまり差のないスリット、一周1マークへ向かっては5コース5号艇ブス島が伸ばしていきます。陰線からは1号艇の鈴木も行きますが、マクル5号艇のブス島、薄側からは1号艇鈴木、その内寄りを通っては2番3番対次で旋回しますが、ここはまくって先頭に立ちました。5号艇のブス島がトップで2停身前、スタートは前提正常。陰線1号艇の鈴木が2番手に続いて、その後ろですが3番手、内側から4号艇の片岡、外は2号艇の村田、一周2マークから直線コース、5号艇ブス島がトップで折り返します。4停身から5停身のリードを奪いました。1号艇の鈴木が2番手に続いて、その後ろは3番手争いは展開されています。真ん中6号艇の岡、外は4号艇の片岡、内へ帰って2号艇の村田、2周目1マークでは3番手6番の岡が先取っていきます。6番の岡ここで3番手進出、上位は5番1番6番となりました。レースは2周目2マークです。先頭は5号艇のブス島、リードを広げていきます。2番手も1号艇の鈴木、3番手6号艇の岡で516の体型で2周2マークを旋回していきます。直線コースへ帰ってきました。レースは最終周回へと移るところ、5号艇のブス島が先頭、2番手は1号艇の鈴木、3番手は6号艇の岡、その後ろは定間5停身ぐらい空いて4番の片岡、2番の村田、最後方は3番の寺島が追走です。前提が最終周回に入りました。このレースは5コース角からのスタートでしたが、まくっての勝利、5号艇のブス島がシリーズ3つ目の勝ち星へと向かっていきます。2番手には1号艇の鈴木弘隆が続いて、3番手競り合いから6号艇の岡雄心がリード、上位体制は5番1番6番と、ここは人気差の決着となりそうです。ラストコーナーから直線コース、さらなるポイントアップに成功、5号艇ブス島、後半は第11レースが待っています。まもなく第5レースはゴール、先頭5番ブス島ゴールイン、2着1番鈴木、3着6番岡ゴールイン、4番片岡、3番寺島、ラスト2番